こんにちは。おいしいものが食べてよしだよ。ところでブカティーニって知ってござる？これなんだけどよ、なんでもこの太いスパゲティだと思っとったらよ、なんか穴が開いとるでかんわ。これ使ってね、今日はトマトのスパゲティ作ったろう思っとるんだって。ほんなら2個目やか。このチャンネルでは美味しい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、じゃあまずはね、玉ねぎスライスしましょう。結構厚めでいいです。こんな感じ。1センチはないな、5ミリぐらいかな。はい、次にトマトなんですけどね、これだいぶ時間が経ってね、すごく柔らかくなっちゃってるんですよ。よいしょ。まずヘタをね、こうくり抜きましょう。この上手にね、このくるくるっとこうトマトを回すようにして切ると、つるっとねこう取れます。これがね、うっかりすると手切ったりしますから気をつけてくださいね。ヘタをするとヘタだけに。だからさ、 BGM 止めるのやめて。はい、じゃあね、これをね、この方向で切りましょう。ヘタがついてたとこね、こういうふう。はい、次はね、ニンニクですよ。はい、ではね、実際に作っていきますよ。オリーブオイルをね、大さじ1杯。弱火にかけて、まずね、ニンニクを炒めましょう。はい、ニンニクがね、プツプツっとこう泡立ってきたら、今度ペペロンチーノをですね、唐辛子を入れていきます。で、玉ねぎじゃないや、ニンニクにね、ちょっと色がつき始めたらすぐ玉ねぎを入れますよ。これで温度を一気に下げてやらないとね、ニンニクがあっという間に焦げてしまいますからね。はい、玉ねぎがね、軽くこう透き通った状態になったら、今度はもうトマトを入れちゃいます。パンチェッタを入れるの忘れましたね。パンチェッタはね、玉ねぎと一緒でいいです。玉ねぎと一緒に入れてくださいね。はい、そしたらね、これ水の量がね、ちょっとよくわかんないですよね。とりあえずね、300cc 入れてみましたよ。でね、足りなくなったら水足せばいいですから。多いとね、ちょっとどうしようもないのでね、少なめで始めましょうね。はい、じゃあ、水を入れたら強火にしてください。はい、そしてね、トマト の皮なんですけどもね、これちょっとやっぱり口に残りますんでね、ペロッとめくれてきたら剥がしていきます。はい、じゃあね、沸騰したので麺を入れていきますよ。これは10分茹でなのかな。そうですね、10分ですね。はい、じゃあね、塩を入れていきます。はい、今だいたいね、4分近く経ってるんですね。で、もうすでにこれだけ
水が減ってますから、これは絶対足りないですからね。ちょっと足しておきましょう。これ足す時のコツなんですけど、よいしょ、こう沸騰が一回収まりますよね。そしたらタイマー止めてください。ちょっと切りのいいところで。はい、そしてね、こうやってもう一回沸騰してきたら、また、タイマーをスタートさせます。はい、時間的にはね、あと20秒で茹で上がる時間なんですけど、なんかちょっと見た目硬いですよね。ちょっと一筋食べてみましょう。もうちょっと柔らかい方がいいかな。はい、でね、今一緒に、よいしょ、同時に味を見たわけなんですけど、ちょっとね、やっぱり塩味が足りないですね。もうちょっと塩を効かせましょう。最初からしっかりした味付けしてしまうとね、味が濃すぎた時にどうしようもないですから、薄め薄めから始めた方がいいですね。で、胡椒結構たっぷり入れましたよ。あと、パルメザンチーズをね入れますから、その分をね塩分控えめにしておいた方がいいです。はい、もう一度ちょっと食べてみましょう。美味しい。けどちょっと硬いな。少し水足しますね。多分ね、この硬さだとね、フォークに巻きつかないと思いますよ。もうちょっと茹でちゃいましょう。はい、ではね、盛り付けていきましょうか。はい、生トマトのブッカティーニ完成です。はい、じゃあね、早速食べてみようと思いますが、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。いただきます。ん？めっちゃこんげ。最初ね、ちょっとこのやっぱり麺のね歯ごたえに違和感があります。違和感あるけど、噛んでいくとね、小麦の香りもしてくるし、これ美味しいですよ。このトマトのソースがまたよく合うな。美味しかったこれ。最初ね、なんか噛み応えっていうのかな、なんかすごい違和感があったんですよ。でもね、まあ別にその真ん中にその穴が開いてる必要があるかどうかって言われたら、まあ特にないかなとは思うんですけどね。ちょっと変わった麺なんでやってみたんですけどね、これは美味しい。ソースがめちゃめちゃ美味しかったです。いやー、これは絶対
やってみてください。本当にね、簡単ですから、あの普通の麺で大丈夫ですからね。あの普通の麺でこのソースで作ってみたらいいかなと思いました。ニンニクの香りも素晴らしい、美味しかったですよこれ。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできたら嬉しいです。ちょっとね、辛いものが私結構苦手だもんですからね、汗だくになっちゃった料理は愛だ。またね。